合気道の世界。続いての先生はパンタロン中島師範。中島師範は手を触れずに相手を投げることができる達人として注目を集めています。あの通知や私を怒らせましたね。さあ私にかかってくるがいいですよ。かかってきなさいや。中島師範はこの空気投げをなんと3歳の時に習得しました。相手の軌道を読み手を触れずに投げることができるのは合気道の達人の中でも中島師範だけです。この空気投げはパンタロンという名称もついています。ファンタスティック。続いては武器を持った相手に対する護身術です。いや、拳銃は危険ですよ。本当にどうなるか分かってますか。もうやばいっすから。くそ、ほら、こっち来てるよ。せいや、ほら、こっちに来るんですよ。軽く拳銃の弾を3発かわした後、弾がなくなったことを確認し奇妙な動きをし始める師範。これは師範が得意とする空気を手繰り寄せる必殺技、こっち来いよ。この技で間合いを詰めた後、パンタロンでとどめを刺します。Good.